11月20日、時間が10時46分です、大変いい天気で、この向こう側には、高丸さんがくっきりと見えています。今日今から吉野川のサービスエリアのところのキャンプ場に行って、今日はのんびりしたいなと思っています。それでは出発します。それから、初めてというか前から違うヘルメットにはしてたんですけど、このアゴマウント、今回ちょっとしばらくアゴマウントで動画を撮ってみようかなと思いました。今からちょうど吉野川の橋を渡ります。いつもタービン出るときは大体がこの吉野川の橋を渡って行きますので、ここからがこうね、一つの旅かなという感じやね。で今回少し違うところは、カメラのですね場所をアゴマウントにしたということと、GoPro のヒーロー8をつけました。今回だからこう旅に連れて行くのは初めてなんですよね。ヒーロー8どんな風に撮れてるのか楽しみです。それから今までフル HD で撮ってたんですけど、いろいろ考えてですね 2.7K で撮ることにしました。フレームは30フレームなんですけど、フレームレートはね30で、2.7K で撮ることにしました。こういう動画を撮った時にね、木とか、僕なんか旅が好きですし、それも田舎が好きなもんですから、山とかね、そういうとこ走るわけですよね。その時にこうデータというかこう画像がねベターっとこう潰れたようになるので、 YouTube で上げるとね、それをちょっとこう回避できるっていうようなことを、ちょっと聞いたもんですからやってみようかなと思っています。あの向こうに見える山は右高地山やな。すごいな、やっぱり。あれ？気持ちいいなこれ。
福岡から西から東へ来るよりこういうふうにこう朝のうちにこう山を見ながらっていうかな、そう四国産のいろんな山を前に見ながらこう走るの最高に気持ちいいな。やっぱり出たすぐよりはだいぶこう冷えてきたな。といっても寒いってことはないけどな、やっぱり冬用のウェア着てるからそれはないんやけど、やっぱりこうだいぶ冷えてきたなって感じやな。この上にこれは徳島の高速道路が走ってますね。今ちょうど道の修理中だったな。まあ修理中というか工事中というか、この道直すんやな。ええこっちゃね。この前の紅葉もなかなかやるもんやな、これ。現在12時23分なんで、どっかで昼飯食おうということで、ちょっと脇町でご飯食べるとこ探します。どこ行こうかな。マクドナルドでもいいんやけどな。そうしよっか。めっちゃくちゃ久しぶりにマクドナルド食べる。コーヒー豆が欲しくてちょっと探して回っています。今日も前と同じようにコーヒー豆持ってくる忘れました。角屋さんね。で、コーヒー豆を分けていただきました。くっつい楽しみだな本当に。うだつの町並みの中にある角屋さんという、コーヒー屋さんでコーヒーの豆をね、分けてもらいました。本当に助かった。今走ってる道が県道12号線ですね。こっついええ天気やって言おったのに、ちょうどこの上になんかドカッとした雲があって、なんか急にこう気温が下がってきたような気がするな。あと2キロで道の駅美濃になります。
もう少しでキャンプ場に到着っていうとこやね。あの向こうに高速道路が見えてきたもんな。しかしまあ工事中やね、道。だいぶ中止キャンプ場、美濃田の淵キャンプ場からに近くなってきました、楽しみやな。テント設営して今日は肉がだから 100g あったら上等やな。さっき買うていこうか。そうしようかな。あとで買いに来るのもさっき買うのも同じやな。さっきのとこ、キャンプ場到着ですが、あそこが空いているかどうかやな。お、空いていない。なんとかテントが立ちました。ここ初めてなんですよね。いやいや、美濃田の淵は初めてじゃないけど、ここが初めてなんです。まあスキーウェアみたいな感じか。まあいいや。風呂に行こうとしています。この前来た時は必殺定休日でしたから。今日のお湯は美濃田の湯です。この前定休日でした。今日はしっかり入りたいと思います。先ほど
先ほど箕面の淵の湯から帰ってきました。最高です。体ポカポカというか今日あったかいです、うん、はい。まあこれからちょっと焚き火なんかしながら明日からの計画を立てたいと思います。瀬戸内海はあったかいという偏見をうちは破られるかもわかりません前これでえらい目に遭いました。今日はお米やめよう。え、お米炊くのやめよう。ああ。鍋焼きうどんかけてあれ。おもれええで、こういう簡単なのがええよな。あとレトルトのおでん、温めるだけ。そういうのがいいです。私今日は作るけど、作るったってご飯だけやけどな、あと肉焼くだけやけん。ただあんまり根性入れたらできんわ。ああ、よろしいおまんな。よろしいですね。なげん、今回な、いろんなものを変えとんよ。あ、そう。うん、だから、アゴマウントにしたるよ。あ、はいはい。で、これは手張り。ただ、あれが言いますね、やっぱね。ああ、何だったっけあれ。